はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はハーツ・オブ・アイアン4続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、独ソ開戦によりドイツがかなり追い込まれて劣勢に立たされているのを見てですね、イタリアとしてはさらに23師団対ソビエト戦に備えて、本土に引き上げた上、さらにベルリン奪還に向けての作戦に従事をさせました。まあ、ただ、生産ラインが止まりつつあり、補給がままならない状況で進撃のスピードはかなり遅いんですが、ただ現状対ソビエトに対しては45師団当ててますので、この45師団をもって、食い止める、できればベルリンを奪還してあげるっていうね、ことをやっていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはここにあるね、アゼルバイジャンの126の石油、これをね、ちょっと奪還しておきたいなっていうね、奪い取っておきたいんですよね、どうしても。これを取れば、石油に関してはもうしばらく、そこを確保している限りは安心かなっていうね、状況になりますから。で、このマルタの海軍基地攻略を本当にそろそろやめるっていう選択肢もありだよな。これもどう見てもね、成功する雰囲気が全くないっていうね。倍の10師団出してても劣勢になってるっていうのはどういうことなんだろうな。ここに艦砲射撃をする戦艦を横付けするっていうパターンが一番いいと思うんだけど。ただ艦隊ももう今激減してますからね。今運用中の艦隊が第1艦隊、第2艦隊、で第3、第7はもう駆逐艦のみで構成されてる艦隊ですからね。で、第2艦隊も行っても計14艦ですからね。そうなると第1艦隊が、まあ、唯一艦隊としての、形を成しているって考えると、第1艦隊に第3艦隊、第7艦隊合流させるっていうのがなんか現実的な案な気がするけどな。まあ、ただそうすると、カバーできる範囲がさらに激減するんで、1個の艦隊のみでこの地中海全体、さらにはこの黄海、黄海はね、今なんとか日本軍も助けに来てくれてますけど、日本軍もね、その対米戦の状況によってはいつ引き上げていくかわからないですからね。さてさて、
アフリカ戦線に関してもイギリスが本当に息を吹き返しつつあるな。やっぱりあそこでイギリスの息の根を止めておくべきだった。陸軍のドクトリンもガシガシ進めていきましょう。1日で完了するドクトリンですけどね。そうしたら生産ラインで古くなっているものを新しいものに変えていきましょう。で、ここで分岐だな。どっちのドクトリンにするかですね。機械化構成か、歩兵構成も、ここは機械化だな。どう考えても、軍勢の数、人的リソースが足りてないので、対空砲を作んなきゃいけないって言ってるけど、これ対空砲じゃないのを作っちゃったな。じゃあ対空砲を作っていきましょう。ちょっと師団にこうなんていうのかな、幅を持たせすぎたというか、いろんな装備を持たせすぎて生産ラインが効率が悪くなっちゃってるっていうのはありかなっていう気がしますね。もうちょっと集中してもよかったかな。イギリスの息の根をアフリカ大陸で止めておかなかったんで、イギリスに対してのこの防衛ラインをある程度構成しておかなきゃいけないっていうのは、軍団の数が乏し必要になってきてる今となっては結構厳しいですね。スペインに対してもアメリカが上陸作戦を決行している感じがあるな。いや、自由フランス領から攻め入ってる感じだな。まあ、ドイツがね、こんなに早くソ連に押し込まれるっていうのはな、ちょっと今回勉強にはなりましたけど、想定外でしたからね。もう少しね、こうこらえてくれるんじゃないかっていう期待感があったんですが。
実践型ロケットをちょっと研究して、この状況を改善したいな。いやー、ドイツから参戦要請が来てるけど、ついにここに合衆国の名前が入ってますね。もうちょっとドイツがしっかりしてくれればな。ただなんとか頑張ってちょっとずつベルリンに近づいてますからね。イタリアが45師団出してますからね。なんとかベルリンは奪還してあげましょう。マルタの海軍基地はやっぱりどうしても取っておきたいんで、頑張りましょう。まあ、少しずつではありますけどね。ベルリンに向けて進軍はしているので、ベルリンを奪還した後はベルリンから東側ではなく西側を攻略していって、旧ドイツ領の回復をまず最優先した後に、ドイツがね、大戦の中で獲得していった土地の回復っていう順番ですね。順番で言うと。まずはベルリンまで進撃をして、そっからだな。ギリシャも放棄できないし、あとはアゼルバイジャンの石油ですね。ここにちょっと軍をプラスで出さないと危ないかな。となると、ちょっと遺憾ではありますけど、彼らを派遣する場所を変えましょう。マルタの海軍基地でなく、まずトルコに派遣して、アゼルバイジャンを獲得して、石油を獲得しちゃいましょうか。マルタの海軍基地攻略はもう諦めましょう。まあ、これが吉と出るか凶と出るか。突撃友軍第2軍アゼルバイジャンの占領に向けて、まあ、マルタ海軍基地攻略を諦めましたので、この後は
ルーマニア鉄鋼団が、鉄鋭団が降伏？マジか。厳しいなぁ。うわぁ、丸ごとなくなってるなぁ。となると、あと、ユーゴとブルガリアだけになったか、壁になってくれてるのか。いやー、ソビエト恐ろしいな、本当に。ただ、ベルリンまではもうちょっとのところまで迫ってきてますね。石油がちょっと足りなくなってきてるね。やっぱりアゼルバイジャンの石油獲得して、上げてトルコから輸入っていうのが一番間違いないな。ちょっとまた進撃が止まってきてる感じがあるな。なんとかね、そのベルリン奪還に向けて軍をガシガシ前に進めていきたいとこだけど、まあでもそれでもやっぱちょっとずつは進んでる感じはありますね。ただベルリンにたどり着く前にはイギリス軍とかも展開してるな。だいぶっていうか最前線にいるのはイタリア軍だな、このベルリン奪還作戦の。
何？アメリカが我が国に対する宣戦布告事由を得ました。これはアメリカから宣戦布告を受けるのも時間の問題だな。ひどい物資不足ですって言われてもな。今は補充を優先、最優先にして、他はもう最低状態にしてるので、これ以上どうしようもないからね。あとはまあ基地を整備するとか、そういったところぐらいなんですよね。ベルリン奪還に向けて少しずつ歩みは進めてるけど、もうちょっと劇的なものが欲しいな。あとはこの突撃友軍第2軍を出していますけど、ここに対してももうちょっとスピーディーに軍を動かしたいな。ここにもソビエト軍が侵攻してきてるな。邪魔くさいね。いやー、ソビエト軍は本当に強力だな。硬いし、動きも速いし。これはユーゴもブルガリアも侵略受けるの時間の問題だな。ちなみに日本軍はどういう状況かというと、マリアナ、フィリピンあたりまでは日本軍が制海権を取ってますね。ただそれ以降に関してはやっぱり厳しいか。いやー、ここもトルコなんとか守ってあげたいけど、その余裕がない状態になりつつあるな。どうする？このソ連の進撃を受けるのか。トルコがやられるともう本当にいよいよ危ないですね。順番で言うとやっぱりでもベルリンの奪還が先だな。ベルリンを奪還したらトルコを防衛するために軍を出していくって感じかな、順番で言うと。アフリカに展開している50師団、まあ、48師団をどうしようかな。これでも撤退させるとアフリカが
完全に崩壊するからな。今、かろうじて均衡を保ってるこのアフリカ戦線ですけど、ここから兵を引くと、一気に戦局が連合軍側にこのアフリカ戦線も傾いてしまうので、それはちょっとできないですよね。となると、やっぱりベルリンを奪還するまでは現状維持か。今、ベルリン奪還に向けては45師団出してますけど、これ以上ね、師団数を増やすこともできないしな。まあ、ただベルリンに関してはこのままいけば奪還は時間の問題だろうと言っていいのかな？それともまだまだ難ありなのかな？ちょっと読めないな。なんとかドイツ軍を支援してあげたいんで、このままかな。はい、というわけで時間が30分ぐらい経ちましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続き、次こそ何度かベルリンの奪還をね、成し遂げたいなというところと、今実はかなりトルコ軍がソビエト軍に押されているので、その支援ですね、していきたいと思ってます。で、その他の要素で言うと、ルーマニアがソビエトに降伏しているので、ルーマニア領を通ってソビエトが、まあ本当にイタリアに近づいてきているので、まあ、それへの警戒も怠れないという状況ですね。厳しい状況ですが、頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。